慶応義塾普通部は神奈川県横浜市港北区日吉本町一丁目にある私立中学校。慶応義塾が設置、運営する学校で唯一の男子中学校である。慶応義塾が設置、運営する学校と連携して小中高大一貫教育を行う。例年、慶応義塾幼稚者から60から70名と外部の小学校から約180名の入学者で、 構成されている。慶應義塾普通部は1890年、慶應義塾に大学部を設置する際に、従来の家庭を普通部と命名したことに由来しており、慶應義塾大学よりも古い。戦後の学生改革の際、普通部は新生の中学校と高等学校とに分かれたが、その際に普通部の名称はそのまま新生中学校へ受け継がれた。普通部という名称は、 新生高等学校の普通科と紛らわしいという理由で当時の文部省からの認可が遅れたという逸話が残っている。名前に中が含まれない唯一の中学校である。現在の日吉へ移転したのは1951年から翌年にかけてである。慶應義塾大学日吉キャンパスや慶應義塾高等学校とは東急東横線、日吉駅を挟んで反対側にある。 日吉駅と同行を結ぶ道は普通部通りと名付けられている。黒爪襟制服の着用義務がある。カリキュラムでレポートや自由研究を特徴としている。普通部通り、横浜市港北区日吉本町の下末吉大地の上に立地する。なお、付近の避難所は横浜市立日吉大小学校がある。広域避難場所は慶応義塾大学日吉キャンパス。海抜は 34.28メートル。黒の爪襟制服が指定されており、加えて着用自由な制帽がある。制帽を着用する生徒はごくわずかである。下季はワイシャツとズボン。オプションにセーターやベストがある。2019年の略装は5月8日より開始。旧制時代、中学校では珍しく半ズボンを制服として定めていた時期があった。現在は、 全学年とも長ズボンである。慶応義塾が設置、運営する学校と連携して、小中高大一貫教育を行っている。生徒は、慶応義塾幼稚者からの内部進学者と入試を経て、外部の小学校から入学するものとで構成される。幼稚者から、普通部に入学するか、慶応義塾中等部に入学するかは、児童、保護者が選択するが、例年、内部と外部の日は、 1> 約1、3である。単独で立地する、私立男子中学校という特色を持つ。なお、幼稚者からは普通部への進学が多く、中等部との進学費は、例年約3、1である。クラス編成は1年生のみ24人が九10クラス、2.3年は、クラス替えなしの40人6クラスとなっている。百二十七年以来、毎年、老作店と呼ばれる。 展覧会で展示することを前提として、自主的な作品制作の取り組みが行われている。選択授業や理科に独自のカリキュラムが組まれているのが特徴。特に、ほぼ毎週提出が義務付けられている I2 という2つの実験レポート作成は、日本の一般的な理科教育に比べ、早期から参考資料をもとに実験結果を考察するという、 本格的な書類作成を行わせている。全国の中学では珍しく言給留置制度が採用されている。新校舎と仮設校舎を中心に、特別教室棟や体育館、小体育館、中庭、グラウンド、第2グラウンド、テニスコート、弓道場などの施設を持つ。また、プールについては、慶応義塾大学にあるプールを使用する。学力、面接、 体育実技からなる。学力試験は、国語、算数、社会、理科が、それぞれ100点の均等配点である。卒業生の90%が、慶応義塾高等学校に進学するものの、慶応義塾式高等学校、慶応義塾湘南藤沢高等部及び、慶応義塾ニューヨーク学院への進学もできる。ちなみに、2008年度の慶応義塾高等学校の、 1> 第1学年の生徒は、慶応義塾普通部、または慶応義塾中等部を卒業した者が375人、国立大学教育学部附属中学校、公立中学校、または他の私立中学校を卒業した者が343人であり、慶応義塾が設置する中学校を卒業した内部進学の生徒の数と公立中学校などを卒業した、 外部進学の生徒の数がきっ抗している。ありがとうございます。